はい、FM 流進堂 DJ ネルシンです。今回ね、この雪像作りで感じたことっていうのを、まあ、率直な話をしていきたいなと思います。で、一つはその共同制作っていうのに僕が興味を持っているわけですね。で、ここ最近僕の中でも結構この意識っていうのは変わってきてて、で、それはどういうことかっていうと、まあ僕今までずっとね一人で作るっていうことが多かったし、団体作業っていうのがどうしてもね苦手で、なかなかこうなんというかねうまくいかない、人間関係でもそうだし、その自分の能力としてもなかなか団体で物を作っていくっていうのが向かなかったんですね。で、それに対して自分が少しずつ年を取って経験が増してきたっていうことかもしれないし、まあやら若くなったということなのかもしれないです。考え方だったりね、その対応の仕方だったり、または今までできなかったことが、気がつくとできるようになってくるっていうことだったのかもしれません。で、その団体で作るっていうね、ことに興味を覚えてきたのがここ何年かでね。で、その話は、新宿っていう、ね、アーティストグループだったり、芸術兄弟っていうね、アーティストユニットの結成もそういう背景があってのことなんだけれども、まあその、まあ一人で作るのは、全部自分の責任になってしまうので辛い反面、逆にね全部自分の責任の上において、好きなように作れるっていうのもまた醍醐味なんですね。だけれどもこの複数の人間が面白いな、今回すごく面白いなと思ったのは、例えば最初10人がいます。10人の中でどういう役割を担うかっていうことに関して、各がこう、勝手に動いていくんですね。で、誰が指示するわけでもなく、リーダーとかもいないんだけれども、なんとなく今これやんなきゃいけない。これは、今はこういうことをしなきゃいけないということで、各自が勝手な、ね、判断というか、各自の判断で動いていくんですね。で、その後にすごく面白い状況が生まれてくるんですけれども、その自分の能力に合った仕事を選んでいくうちに、勝手にそこにチームが生まれるんです。で、これどういうことかっていうと、例えばね、男の人は女の人より力があるじゃないですか。だから、その序盤は雪を掘る、作業が多いんですね。雪像作りにおいて。だ男子は、雪の上に乗っかって、下に向かって掘っていくっていうようなことをしているうちに、その掘っている部分が担当のエリア、自分の担当のエリアになるんですよ。だから、じゃあ次はここのところを作ろうっていう風になっていくうちに、だんだんとこう、班ができていくんですね。で、このね、流れが非常に面白いなと思って、で、あと物を作るっていうことに関しては、例えば描写力っていうのがあってね、まあ、具体的に人の顔を作るのがうまいな、まあ、多少自信があるなと思っている人と、ああでもちょっと顔を作るのきついな、難しいなとか、自信がないなと思っている人は違う場所をね作るよ、やがてはね作るようになっていくっていうことだったり、非常にそういうのも見てて面白いなと思いました。人間っていうのは黙っててもね、その個性が出てきて、その個性っていうのがやがてその組織の中での役割分担だったり、なんていうのかな、まあその人たちのこう仕事になっていくんですね。で、こういうことを今自分が初めてでもないけれども、まあ、経験上意識するようになって、じゃあこの経験をさらに生かすためにはどうしたらいいかっていうことになるんだけれどもね、まあまあこの後僕もね新宿だったりエコダユニバースだったりっていう、まあ、人をね僕は向いていないとは思うけれども、人を
導いていくっていうのかな、なんていうのかな、人を動かしていかなければいけない、立場にあるわけですね。ある部分においては。で、そういう中で、各人のその個性っていうのを生かした上での、なんていうか仕事配分だったり、チーム作りっていうのを意識してやっていきたいなと思いました。で、今のはね、そういう、今とはまた別の話になるんだけれども、この雪像作りをした5日間っていうのがね、非常に僕最近は、日大彫刻の、団体の何らかの活動っていうのにあんまり関わってなかったんですよ、しばらくの間。だからそういうのもあったので、まあ非常に僕としては、ちょっと懐かしいようなね、気持ちになりました。はい。すごく懐かしいような、昔、ああ、そういえば何年か前ね、自分もここに来てやってたなとか、そういう気持ちでしたね。はい。で、この、なんか自分の中でもね、来年というか今年度の目標を立てて、それに従って動くわけなんだけれども、やっぱり自分にとって大地の芸術祭が自分に与えた影響だったり、そこでもう少しね、やってみたい、続けてみたいっていう思いがあって、じゃあそのためにさらにその新潟の人たち、地元の人たちとどうやって一緒に共同作業していこうか、どうやってやっていこうかっていうのもまたあって、で、これは本当にどうしようかっていうことで考えてます。だから非常に今ね、いろいろなことを考えることがあって、考えなければいけないことがあって、あ、本当にね、これどうしようかなっていうことを思っています。まあ、はい。そんな感じで、今回の放送はこれで失礼いたします。